あるある、いきましょうか。アナル。いや、絶対聞き間違えないから。いきます。はい。鬼姫、彦星、七夕の日、うずです。今までで一番ひどいよ。ちゃんとしたのやりましょう。ジェスチャーゲームみたいな。何これ。編集者さんお願いします。どういうか次第編集者さん。はい、ということで、まあ、今回見てもらったら分かると思うんですけど、寝巻きなんですね。まあ、俺はちょっとそんな感じですけど、ね。まあ、一応ね、歌い手でやらせていただいてるんですけど、結構知名度も上がってきたじゃないですか。はい、浜田君歌うまいとか、宇津君歌うまい、宇津松歌うまいねみたいな感じ言われると思うんですけど、うん、まあ、僕たちぐらいになるともう寝起きでも歌歌えるんじゃないかって思ったんですよ。あれちっちゃった。今回ね、寝起きでちょっと宇津松歌っていきたいと思うんですけど、まあ、まずこの企画に必要なのって寝起きの状態を作ることじゃないですか。そうだね。ということで今日宇津松、はい、お泊り会したいと思いまーす。いや、付き合うからいけないのやめろ。ということで、まあ、これからね、ちょっと宇都宮でお泊り会していきたいと思うんですけど、はい、まあ、普通にね、こっから寝るだけじゃちょっとまああれだということで、ちょっとお泊りっぽいことしたいなと。なんか懐かしくない？学生の時とかにさ、やっぱみんなでさ、お泊り会とかしてさ、スマブラやったりとかさ、お菓子食ったりとかしてさ、ワイワイ遊ぶみたいなのが一番楽しいんじゃないですかね。いや、確かに。そうだよね。なんかみんなスマブラやってさ、コーラ飲んでさ、恋バラとかしながら寝るみたいな。楽しかった。まあ、成長するものですか。なるほどね。というわけで、まあ、今回最後に歌を歌うんですけど、まあ、それまでちょっと宇津松がお泊り会してる様子を流しつつ歌を歌っていきたいと思います。ということで、ちょっとお菓子買ってきたね、見て。おっと。はい、という感じで、まあ、こんな感じでね、まあ、めちゃくちゃお菓子買ってきたんで、まあ、こういうのも食いつつ、まず一旦何する、スマブラするか、飯でも食いながら。はい、ということで、まあ、今からね、とりあえずのお泊り会したらやっぱスマブラッショってことでね、今からスマブラやっていくんですけど、ずっともの図。いや、誰こいつ。普通に中学校の時にいたら彼女と一緒とかつぶやくけど3ヶ月別れるタイプということでね、まあ、スマブラやっていきたいと思いますよ。でね、まずだね、スマブラほぼやったことなくてですね、まあ、あのキャラクターが劇的に少ないんですけど。嫌です。え、なんで。さすがにあんなね、初心者に負けるなんてことないっすよね。あー、じゃあ本気出します。いやいや、当たりませんよ。はい、どうしよう、こっちだよ。甘いね、君。そんなんで僕に勝てると。こっちだよ、こっち。蓋割れない。え、届いてないよ、お前。単勝ホッケ。そんなんじゃ奥まで届かないよ、つって。え、待って。おい、こっち来るな。はい、おつ。はい、おい、押されてる。ねえ、ね、うまい。バット持ってこい。あっ、危ねえ。よいしょ。はい、うまっ。嘘だろ。バット持ってこい、うまいわ、これ。アイテムってか、アニだわ、これ。アイテムなしの方がいいの、これ。本来なしなんだけど。そういうのも知ってるけど僕に負けちゃうんだ、恥ずかしいね。言ったな。僕にしゃべるよ、君のことを。本気出してます。当たりませんよ、そんなの。はい、じゃあ、うざい。はい、やるね、君。なかなかやれないか。はい、おいおいおい、そんなじゃ全てのゲーム僕に負けちゃうことになるぜ。よいしょ。はい、じゃあ、普通に弱いぞ、こいつ。待って、気づいたんだけど。うぇー、うるし、いや、やめろやめろ、なんだそれ。ちょっと、ちょっと、おい、ちょっと。え、待って、なんだそれ。え、よし、来た。Do you know? なんか、うつがアイテムあると勝てねえとかなんかほざいてるんで、アイテムなしでボコボコにしたいと思います。アイテム不正なんで。よし、じゃあこれで本当のバトルがね。これで負けたらお前どうする。謝罪するわ、かつて。土下座して。カービィでいきます。待って、ごめん、ちょっと。うん、いや、だる緑ねー、アビ生えたみたいになってる。これで負けたらうつマジガチの謝罪ね。オッケー。いや、お前も色キモ、金玉や。甘いね。そんなんが届くと思っているのかい。君が僕に勝て。よいしょ。はい。はぁ、届けろ。ちょっと待って、誰。マジで。あれ、君やるじゃん。よいしょ。え、なに。でも下手だね。あ、いかん。おい、待って、あれ甘い。もしかして。おい、おい、ジャストカード。はい、待って、あれ、だって、これ下手だぞ。ちょっと、なんか何回かさ、スマブラの動画上げてるの見たことあるけど、あれ気のせい、幻だった。よいしょ。はい。いや、シュール。いや、シュールなんよ。おい、決まった。おい、やるやん。よいしょ。甘いね。おい、おい、待って。お前、こいつ下手だぞ、お前。ほら、こいつなんか上めっちゃ当たるよね。おっ、やばい。あれ、これわかんないぞ、マジで。わかんない。その実力で。やるじゃねえ。これで決める。
おっと、俺は終わんねえぞ、そんなんじゃ、うん、誰ほらほら、ここだよ、さよなら、あ、うまい、ほらほら、俺はこの一発にかけてんだよ。これをラストにしましょう。じゃあ、ちょっとやりすぎてるんで、そうだよ、あの企画がどっちがどっちか分かんなくなっちゃうから、でも白熱しちゃってるから、そうね、色を変えさせて、頼む、青のドンキーコングで行かせていただくぜ。ピンクなんですけど。あ、本当だ。あれ、なんなの。ちょっと心配になるやつね。こっちだよ、止めてる間に俺も止めちゃうよ。ほら、落ちません。やるよ、その動き。こっちだよ、おいで。こいつ翻弄してきやがる。痛い。おいで、こっちさ。うざい、髪の毛投げんだよ。いつになったら髪の毛だ。こっちだよ。うざいな、こいつ。同じことしか言わない、ボットみたいな。うまい。こいつうまい、こいつ本当に。普通にうまいぞ。よいしょ。バーン。何？ワンパンチメン。何よ。そんなんでいいの？危ない危ない。こっちだよ。危ない。今えげつない声出た。多分臨時起きたわ。あ、今ならいけるんじゃない？これ。そうだよ。おい、お疲れ。なんだと。触れ。触って。危ない。よし。あ、いやマジか。マジで勝負だ。また2勝負。それで勝てると思って。そう。ね、うざい、その地味に来る感じ。覚醒しちゃおうかな、じゃあ。ここってこいよ。よいしょ。お前に。よいしょ。お前が俺に勝てる世界戦なんて、どこにも存在しやしねえんだ。よいしょ。あ、やるね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん。よいしょ。うん。うわあ。よし、勝った。ねえ。ねえ。一番嫌な負け方したクソ楽しいな、このゲームこのゲームクソ楽しいわ。これは友達だったら盛り上がる。いや、盛り上がるわ。じゃあ今からね、ちょっとお菓子食いながら、さっきあのインスタでね、恋バナを募集したんですよ。なんでちょっと恋バナしながらちょっとね、食っていきたいと思います。はい、ということでちょっと今からね、恋バナしていきたいと思いますよ。まあちょっとね、長くなりすぎちゃうと、まあ皆さんも早く本編見たいってなっちゃうと思うんで、歌の方ね、最初ちょっとだけ触りだけ喋って、まああとはあのゲーム実況チャンネルの方に恋バナみたいな感じであげたいと思うんで、もしねこの話の続きとか見たい人がいれば、よかったら皆さんゲーム実況チャンネルね、概要欄に貼っておくので登録してそちらから見てください。え、何から食べたい？うつくん好きなの食べていいよ。いや、じゃがりこでしょ。いやー、もうポイントとか言っとけよ。一番目立たないのいけない。インスタグラムのね、ストーリーの方で募集したんで、はい、まあ、これからまた募集とかするとき、これ見ると思うんでね、皆さんインスタの方もフォローしてくださいね。来てます？結構来てるよ。いや、しかも深夜に募集したのにさ、めっちゃ来てる。初恋。初恋？初恋ってなんだろうね。初めての恋。そうだけど。初恋いつだった？ちょ、待って、黙って作ってから。記憶に一番最初にある初恋は幼稚園だよね。若っ。年下の女の子好きで、なんか俺典型的な男の子みたいな感じでさ、その好きな女の子が積み木みたいなのさ積んでたんだけど、うん、なんか気を引きたくてその子の積み木に走ってってバーンとかって崩して泣かせてさ。でも今と変わんないんだよ。今と変わんないのよ。え、うつくんは逆に。いや、でも俺も保育園生ぐらいだったな。なんか好きな子がいて、うん、転校別れしちゃった。俺が転校してさ、離れ離れになっちゃったけど、でもその子も俺のことがなんか好きだったっぽい。いや、絶対好きじゃない、うん、え、何回かさ生配信で話したことあるけど、ちゃんと記憶にあるのが小学校の恋愛で、あの一目惚れした小学校の時に女の子がいたの、うん、低学年の時同じ名前の子がいて、下の名前がね、俺バカすぎて下の名前が一緒ってだけでその子に告白されたって勝手に思い込んでて、その子と付き合っちゃったんよ。病気じゃん。で付き合ってたんだけど、あれ俺が好きなのはあっちの子じゃねえって途中で気づいて、やばで、あれ俺が好きなのこっちの子じゃないっつって言ったよね。え、同一とかじゃない？同一って付き合うとかあるの？うん、あるよ。一緒に帰ってたもん。じゃ一番最初に付き合ったのいつよ？高3。出会いは？これとも、あの俺ろくな人生送ってないんで。いや別にいいんじゃない。でも俺全然ネット恋愛あり派だしね。女性に甘えてほしいタイプか甘えたいタイプか、え、どっち？甘えたいタイプ。はい、ということでね、まあ、スマブラやったりとか、まあ、恋バナとかね、いっぱいして、もう朝方なんで寝たいと思います。こっからね、爆睡して起きたら歌頑張ります。これは手間。はい、やっと本題です。寝てないのお前。すごいな、今日めっちゃ遊んだから。じゃあみんなおやすみ。親指の手間。おー、ダメ、これ。
じゃあ普通のサングラスとマスクどこだ。大丈夫。うん。歌うよ。何よ。うん、ガチッと教えるわ。もう目だぜ。いや、もう元気だな。寝起き強いタイプ。クラゲの真似。何こいつ。そこも聞いてないわ。早速ですけど、じゃあ歌っていきましょうか。歌っていきます。いきます。熱を奪ってゆく路地裏の香りが昨日までの僕を忘れさせたんだ。水も甘いも捨て平凡に埋もれてもここにある幸福は何にも。いつしあなたとして極める道あったらこの遠く道は広い前をたのままっすぐに飛べ。はい。決めたから守りたいって言ったのさ。本物の強さ。ちょ、もう、もう、見なくなる。ポチにもない。放たされてしまった。掴まれたようで離さないで決めたから守りたいって言ったのさ。我の強さだけ見つけたくて今未練なんかこれっぽっちもない。守りたいって。え、燃えたの？さあ、もう、もう、お前元気だな。すごいな。見つけなくて。寝起きタイプ。うまい！ちょっと、本当にうるさい。今だけ、ちょ、グーでいくぞ、お前。掴んでるそれぞれの未来が咲き誇る君といれば。ああ、顔びっくりした。はい、ということでどうだったでしょうか。これ映ってんの？まずカメラに。いや、近っ。カメラに映ってたかな。それ怖い。もう元気すぎない？はい、ということで、歌いてでも、寝起きはきついっていうのと、元気だね、すごい。演じてた。